署長、首をねじ折られたくなけりゃ今すぐ囚人を解放しろ。なぜだ、ウジ虫稼業の貴様が。ウジ虫か。だがな、今日から俺は蝶になってやるぜ。それまでだ、アイン。あっ、貴様、俺を裏切るのか。お前についていくバカはいねえよ。シティや地方を敵に回してどうなる。それにな、お前は今や立派な賞金君だ。社長を話せ。アスカの命が惜しかったらな。叩き潰してやる。うわ、社長、俺にもやらせろ。少しぐらい腕が立つと思ってリーダー格になりやがって許せなかったんだよ。なんだその目、殺しちまうぞ。ああ、あんた痛いか。痛い。助かりたいか。助かりたい、助かりたい。ダメだな。やめて、止めて、やめて、止めて、やめて、止めて。痛かったな。なぜ俺を。お前はまだ死ぬには惜しい。どけ。胸に七つの傷、あんたもしかして。お前たちほどの兄弟を倒した男とは。全軍退避、シティを捨てろ。勢いに乗ったバットの反乱軍は止められぬわ。シティの長官はどこへ行く気だ。天帝はお怒りだ。恐るべき剣法を使う帝都の将軍、金色のファルコ。ケン、あんたに一つだけ頼みがある。アスカを安全な場所に連れて行ってくれんか。相手は金色のファルコ。倒せるとは限らん。アイン、お前本気か。俺も男になりたくなったのさ。語り継がれる男にな。優しく強い女がいる村がある。そこへ連れて行こう。マミア、アイリ、久しぶりだな。マミア、お前に頼みがある。誰の墓だ。まだ新しいようだ。長老のです。殺されました。ファルコと名乗る帝都の将軍に。その石像は北と南都の戦士たちか。そうです。素晴らしい男たちでした。天帝がお怒りだ。北と南都は今よりこの世から消滅する。なんということ。お前がこの村の長か。そうです。
は死ぬがよい。長老！長は率いる部族の意志。長倒れれば意志もまたついえる。よいか、今日より北と南との歴史を後世に語り継いではならぬ。北斗七星は天帝の戦車と言われ、天帝の一戦士に過ぎる。その北斗が反旗を翻すとは重罪に値する。北斗抹殺は天帝の勅命なのだ。早まるなよ、リン、バット。帝都の将軍の一人、至高のソリア。逆賊北斗は滅びるべし。公も M、主も M、 我が玄徳王権の神髄は全てを滅殺する流輪。一瞬にして目を奪われた。この至高のソリアに手こずるようでは、誰との前では赤子同然だぞ。ソリア、その名は覚えておく。北斗は滅せず。ソリア、貴様に負けたのではない。この命、我が同門金色のファルコ将軍に捧げたのだ。この男たちに邪念はない。ファルコとは。身体極まった。北斗を名乗る反乱軍、貴様らは敗退したのだ。これ以上の殺戮を私は好まぬ。だが北斗の名を冠した長だけは許さぬ。天帝に仕える身でありながら、刃を向けた罪は重い。長は前に出よ。バット、ただでやられるわけにはいかねえぜ。てめえの命も一緒に連れて行ってやら。死ぬがよい。リン、みんな、さらば。違う、貴様は長ではない。その目は己が命より大事なものに準ずる目。貴様が長だ。やらせねえ。バット、加勢するぜ。息の根を取られたいか。
所詮北斗は夜に光る星、我が玄徳王権の敵ではない。もはやここまで、死ぬがよいよ。子供とて情けはかけぬ。天帝の名において誅殺する。待てー、久しぶりだな、ファルコ。愚か者、わざわざ息の根を止められに来たか。ファルコ、その女から手を引け。カネーと神官をぶったたいてドンだぞ。貴様らも吹き飛ぶのだ、承知か。この目を見て判断しろ。おい、こら待て。ファルコをやっつけるのは三人でって約束だろうが。いや、どうしても俺たち兄弟で倒さなければならん理由があるんだ。なんとの、我が兄弟はなんと聖剣108派のうち、なんと双葉剣の伝承者。この世で天帝を倒しうるは北斗と南斗のみ。そして北斗の反逆の呪しと共に南斗も動いた。ウヌが北斗南斗を抹殺するに血眼に奔走するは、南北が一体になることを恐れたため。よかろう、天帝の名において、ヤクトは砕き散らす。行くぜファルコ。なんと総領剣総楽総派。おお兄貴、ギル、俺はもうダメだ。こんなじゃファルコを道連れだ。アイン、犬を連れて行け。いやだ、いつだって一緒だったじゃねえか、兄貴。弟よ、泣くな、悔やむな。今時期のファルコを道連れにできるのだ。笑って見送れ。スーリー、取り押さえろ。この野郎。な、天帝の兵士たちが身を投げ出してファルコを。将軍のためにこの命が使えるのなら本望。奴は涙すら流さなかったぞ。ファルコ様は今まで我らのために涙を使い果たし、すでにその涙は枯れているのだ。